はいどうも皆さんこんにちは、ドラクエ大好きチャンネルのシャマと申します。今回はドラクエの本来出るはずのない敵が出現するエンカウント漏れした危険地帯を紹介解説していきます。今回はファミコン版限定になりますが、危険度だけではなく有効活用する方法も一部紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編いってみましょう。まずはドラクエ1よりラダトームエリアのエンカウント漏れです。まずそもそもエンカウント漏れとはっていう話なんですが、これは本来いるはずのないモンスターが特定のマスにだけ出現してしまうっていうもので、ドラクエ7以前のドラクエのワールドマップは 16×16 の大きな正方形で区切られていて、それぞれの正方形にどんなモンスターがどんな確率で何匹出現するのかみたいな感じで値が設定されていたんです。容量や個数の問題で1マス1マスエンカウントを設定できなかったため、大きな括りにしていたんですかね。そのため地形の形によっては本来設定されるはずではないエリアの死角っていうのが侵食してしまって、場違いな強敵が登場する、こういう仕組みになっていたんです。エリアバグとも呼ばれるんですが、バグではなくて仕様だったということですね。話を戻しますが、そんな凶悪すぎるエンカ漏れ、ドラクエ1ではこの岩山付近で発生します。本来このエリアに出現するのはスライムやドラキ、ゴーストなどの最序盤の敵。ただしラダトームから南西に位置するこの岩山沿いにだけ岩山の洞窟付近のモンスターが登場します。ちまちまとスライムを買ってせっせとレベル上げをしていると、突如現れる赤いドラキ、こっちはまだコンボしかないんですけどと言いたいところなんですが、なすすべなく撃沈し王様のところへ戻されるでしょう。他にも呪文攻撃が凶悪な魔法使いや圧倒的硬さを誇る大サソリなど、まだ見ぬ強敵たちのオンパレード、迷子の初心者冒険者にトラウマを植え付けてきます。これでドラクエのこと嫌いにならないでくださいね。そんな絶望の危険地帯なんですが、そこそこレベル上がってギラを習得すれば逆にいい狩り場として活用できます。ギラを習得してからレベル7から8ぐらいまではここでがっつりレベル上げをしておくのがおすすめ。ラダトームが近いということもあって、ホイミで回復しながら MP が枯渇したらヒカリアレおじさんに回復してもらいに行って、ヤダオヤを利用せず継続的にレベル上げが可能なので、結構使い勝手はいいかなと思いました。最序盤でエンカウントすると涙出ちゃいますが、実は意外とレベル上げに活用できる優秀スポットでした。続いて同じくドラクエ1よりリムルダールの西の海岸沿いです。このエリアは本来リカントだったり鉄のサソリが出現設定されているエリアなんですが、町から岩山を越えた南西の森林地帯の海に面したマスは、本来出るはずのない影の騎士や明治キメラ、スターキメラ、キラーリカントなどが出現します。これはメルキドエリアのエンカウントが漏れ出しているっていうのが原因ですね。この辺りは少し入り組んでいて、探索をするためにこの辺をうろうろしていると終盤に出てくる化け物級のモンスターたちに蹂躙されてしまいます。そこまで育ってないうちは逃げる安定なんですが、ドラクエ1って結構敵の先制率っていうのが高くて、逃げる前にやられるなんてことも当たり前です。でも今のドラクエでは味わえないある意味リアルな冒険っていう感じがして、個人的にはこのエンカ漏れは結構好きだったりします。わざわざこの場所で稼ぎを行うメリットはそこまでないので、このクラスの敵と戦いたければさっさとメルキドまで行ってしまった方が良かったりしますね。次に紹介していくのはドラクエ2から風の塔の南側ですね。風の塔はドラゴンの角を渡るために必要なアイテム、風のマントを手に入れるために挑むダンジョン。仲間になりたての貧弱な犬姫様とファミコン版では活躍させづらいいや探しましたよを連れて挑むんですが、道中でマンドリルの群れに襲われたり、塔では高い HP で集団で登場してくるリビングデッドにボコボコにされたりと、ファミコン版ドラクエ2の鬼畜さを物語るダンジョンの一つなんですが、そんな危険モンスターとは比にならないくらい危険なモンスターが登場するポイントがあります。それがこの場所、風の塔の南の森ですね。ここでは本来出るはずのないテパ周辺のモンスターが出現します。具体的には首狩り族やヒババンゴ、ブラッドハンド、妖術師やゴールドオークなどですね。マンドリルが強いとか言って
ってられないくらいには強敵揃いです。そんなわけで、まあ、絶対に近づいてはいけない危険地帯となっています。一応妖術師が16分の1というそこそこ高い確率で三河氏の服を落とすので、船を手に入れる前にサマル大幅強化のチャンスとして活用できなくはないですが、相当危険なチャレンジにはなります。やり込み猛者の方は一度挑戦してみてもいいかもしれませんね。続いてはドラクエ3に突入。ファミコン版ドラクエ3よりノアニール西のエリアです。まあここはかなり有名ですね。ノアニール地方のモンスターといえば、さまよう鎧や毒芋虫、デスフラッター、バリードドッグなどが基本ですが、ノアニール西の洞窟の南の海岸沿いを歩くと、エジンベアエリアのモンスターが海を泳いでこちらに進行してきます。旅で疲れた体を癒そうと、海沿いを歩いてリフレッシュっていうところに突如現れる魔女や地獄の鎧、バーナバス。特に魔女はベキラマも使ってくるため、一気に窮地に追いやられて全滅っていう危険性がありますね。バーナバスはマイナーモンスター代表といっても過言ではなく、あの有名なマクロベータスレにも登場している地味なやつなんですが、意外と高い攻撃力とベホイミによる時間稼ぎが厄介。ベホマスライムと地獄の鎧の最悪コンボなんかもありますね。とはいえ2体くらいで出現すれば、まあ、この時期でもギリギリ倒せなくはないので、こちらもうまく狩り場として活用できるかもしれません。魔女は魔法トーンを使って呪文を封じればだいぶ戦いやすくなりますしね。あとはファミコン版ドラクエ3には防御攻撃っていう防御しながら攻撃できるテクニックなんかも存在しているので、うまく活用すれば意外と倒せたりします。まあ、ノアニール西の洞窟内の回復スポットが絶好の狩り場の一つになっているので、そっちに行くのが賢明かも。洞窟で鍛えた後の力試しなんかに使ってみてください。続いて同じくドラケー3よりカザーブエリアのはみ出し隊を紹介していきます。カザーブから東に向かい川沿いを歩いていると奴らが出てきます。ここでは本来ギズモや軍隊ガニが出現するんですが、この川沿いはデスストーカーやグリズリー、魔法オババ、爆弾岩などが出現します。これは本来竜の女王の城エリアに登場するモンスターなので、上の世界で言えば最高クラスのモンスターたちですね。デスストーカーやグリズリーは2体とも攻撃力100超えの化け物で、この時期に出会ってしまえばその一撃はひとたまりもありません。防御攻撃とかはもうそういう次元ではないです。魔法オババも高い素早さから繰り出される先制ベギラマが凶悪で即全滅まで持っていかれるでしょう。唯一の良心爆弾岩は HP500 で耐久力があるものの、 HP が4分の1になるまでは何もしてこないという設定なので安心。そそくさと退散できるっていうのはもちろんのこと、カザーブで拾うことのできる毒針でつけは安全に討伐することもできます。毒針はカザーブの夜の道具屋で一つ手に入ります。毒針であれば1ダメージしか通らないので、爆弾岩の HP が4分の1になる心配もなし。うまく処理できればこの時期では破格のお金と経験値を得ることができます。そこそこ時間と工数がかかる上、他のモンスターと喧嘩したら即全滅の危険があるので、安定した稼ぎ場とは言いづらいんですが、普通のレベル上げに飽きたって方は少し訪れてみるのもいいのではないでしょうか。続いてはドラケー4のエンカウント漏れについて。ファミコン版ドラケー4は結構エンカウントが漏れている地域多いんですが、どっちかっていうと格下が出てくるパターンが大半を占めています。そんな中ひときわ光る絶望のエンカウントエリアが用意されている地域があります。それが大東大北西の岩山付近です。このエリアに登場するモンスターは本来カマイタチやサンドマスター、プテラノドンなどが多いんですが、大東大の北西の岩山サンマスのところは突入するとグレートオーラスやドラゴンニット、ベレス、テラノザースなどの格上が一気に登場します。これはロザリーヒルエリアのモンスターが漏れていることが原因となります。グレートオーラスは驚異的な火力、ドラゴンニットの高熱ガス、ベレスのベギラマによる全体攻撃と、この時期では対処が難しい様々な手段でこちらを苦しめてきます。一部の情報では、はぐれメタルが出現するっていう噂もあるんですが、実際には登場しないので、先行はぐメタ狩りスポットとしても利用不可。おとなしく大東大のメタルスライム狩りをしていきましょう。はい、ということで、今回はファミコン版ドラケーの凶悪すぎる塩化漏れエリアを紹介していきました。
まだまだエンカウント漏れしているエリアがありますので、今後の動画で紹介していきたいと思います。それでは今回はここまで。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。